中木ダムは群馬県安中市、利根川水系、中木川に建設されたダム。高さ41メートルの重力式、コンクリートダムで安中市営水道用ダムである。ダム湖の名は、病木湖という、病木荒船作高原国定公園。中木ダムは1951年に着工し、1959年に完成した。当初は灌を主に、 副次的に砂防を目的とする群馬県営ダムとして建設されたが、米の生産調整や昭和初期のキート価格暴落によって一時は衰退した養産業の再興を背景に、その需要見通しを過方修正せざるを得なくなった。そこで、群馬県は1979年4月、中木ダムを雨水上水道企業団に譲渡し、上水道用ダムに転身させた。 中木ダムの水は、久保井の浄水場に送水され、地域に排水されている。同企業団は1954年12月に、薄井郡松井田町、安中町の2町が、設立許可申請を、群馬県知事に提出したことから始まる。当初は、砂防ダムとして建設されていた、坂本ダムを水源とするべく改修を働きかけたのも、同企業団である。上信越自動車道。 松井田妙義インターチェンジ出入口の交差点を右折し、次の五両交差点を左折。国道18号を長野県方面に向かう。そこですぐに左折すると中木ダムの直下に至る。中木ダムは、高下三山,山の一つ、妙義山の北陸にあり、裏妙義と呼ばれている、当地一帯は、妙義荒船作高原国定公園に指定されている。妙義山から名を取ったダム湖。 妙義湖には低水温の軽流水が流入しており、故障型和品栄養湖の様相を示す。鯉やヘラブナ、ワカサギ、ヤそして密かに放流されたと思われるブラックバスが生息し、湖畔には釣り場やかし、ボート乗り場が整備されている。冬でも湖面は欠表せず、毎年カモやおしドりといった水鳥およそ500羽が、当地で越冬する。ダム湖の上流には、 国民宿舎裏妙義がある。ありがとうございます。